サイドホール最初のセッションは日本のインフラ輸出戦略日本政府のサポート体制をテーマに実施してまいります本セッションは我が国の省庁関係者の皆様をプレゼンターとしてお招きし各省で主導する海外展開支援に関する仕組みや事例についてご紹介いただきます本セッションにおいてはプレゼンターからの発表の後 質疑応答の時間を設けております参加者からのご質問につきましては随時チャットに入力しポストいただければと思いますまたご質問をいただく際にはご自身のご所属お名前の入力もよろしくお願いいたしますそれでは最初のプレゼンターの紹介に入らせていただきます最初のプレゼンターは経済産業省貿易経済協力局 貿易振興課課長の阿部一郎様にいらっしゃっていただいております。発表いただく内容につきまして簡単にご説明をさせていただきます。え2022025年には約34兆円のインフラ受注を目指すことが掲げられている日本政府によるインフラシステム海外展開戦略2025この戦略に基づく質の高いインフラエネルギーインフラの海外展開に向けた 事業実施可能性調査そしてスマートシティの海外展開の現状について本日阿部様にはご説明発表をいただきますそれでは安倍様発表の方に移っていただいてよろしいでしょうか はいあの経済産業省の安倍と申しますあの本日あのこのような機会いただきまして、えー、ありがとうございますあの在家の皆様関係省庁の皆様大変いつもお世話になっております、えー、今日はですねあの20分ほどのお時間いただきましたのでえっ、ー、とインフラの海外展開のですね政府全体の取り組みと それからまあ経済産業省の取り組みというのをご紹介申し上げたいと思います。まあ合わせてあのクリーンシティということで、あのスマートシティのですねえ関係の取り組みなんかもあのいくつかご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではえっとこれページは自分で言えるんですか。 えー、次のページに。あ、そうですか。はい。えー、っとですね、こちらの全体の受注額のですね、推移を示しております。先ほどご紹介ありましたように、二千二十五年に三十四兆円の目標ということで、新しいそのインフラシステム海外展開戦略というのがあの去年からですね、指導をしております。二千二十年に、えー、約二十五兆円だったものを。 2025年に34兆円に持っていくと5年間で9兆円伸ばすという野心的な目標になってましてあの前の旧戦略では5年間で10兆円伸ばすという戦略だったんですけれども、まあ、それと引きを取らないですね野心的な目標を置いているということでございます経済産業省につきましてはあのユーティリティというオレンジのところにですねあの出ておりますけれども電力エネルギーですとかそれから水ですとかですね 廃棄物関連のですね取りまとめをするということになっております。と次のページをお願いします。これはあの政府全体のですね支援ツールをあのまとめたあの絵になっております。まあインフラですのであの非常に長期に渡ります。したがってその継続的にですね。 一貫して、えー、各省庁、各機関連携をしてです、ねえー、ツールを、景況支援ツールを、まあ、整合的に運用していくということがあの大事ということでありまして、まあ、左から右に向かって、あの時系列に沿って並べてます。まあ、一番上流の左のところは、あのプロジェクトの形成ということで、えー、フィージビリティ・スタディですとか、あのまあ、パイロット・プロジェクトとありますけれども、これはの実証ですね。 大量生産コマーシャライゼーションの前の技術的な検証とかそういうことをやるプロジェクトの支援それから一番下にあのいわゆるマスタープランインフラ整備の全体計画を変えていくというようなところをです、ね、支援をしていくと次にあのプロモーション左から2番目のオレンジの縦に並んでいる措置ですけれども、まあ、トップセールスですとかいろんなマッチングですとかそれから政府間対話 こういったものを通じてですねプロジェクトの蘇生を働きかけていくというフェーズがあるかと思います。で次の3つ目のフェーズがファイナンスということですけれどもある程度そのプロジェクトが具体化してきたときにまさに JICAJBICNEXI の公的金融機関ですとかそれから官民ファンドのジョインジクトこういったところが投資や融資やそれから技術協力をしていくというフェーズがあろうかと思います。 最後にあの入札なんですけれども、まああの、質の高いインフラという考え方をです、ねえー、この入札のルールの中に、まあ、できるだけ、えー、書いていただくことで、あのお互いにウィンウィンになるんじゃないかということで、あの書いてございます。<laughs> この質の高いインフラということについてはあの、まあ、まず経済性が、費用対効果がしっかりしていることですとか、それから環境、社会配慮がしっかりしていること。 あの持続的な長期的な目で見てですね。ライフサイクルコスト、あのしっかりあの持続性があることといったようなあの中身があのここで書かれているかと思います。はい、次のページをお願いします。ここからはですね。あの、2025年のそのを向けたインフラの新しい戦略の全体像というのをですね。 これは内閣官房の方で昨年まとめておりますけれどもあの簡単にあのご紹介をしたいと思いますこの青の枠で囲ったところであの3つの目標が出てきます1つは経済成長2つ目が SDGs3 つ目が自由で開かれたインド太平洋ということでしてこの新しい戦略の前の戦略では受注ということが この3つの中で言えば、まあ、経済成長ですね、その経済の側面が強調されてましたけれども、新しい戦略の下では、あの経済成長ということに加えて SD、SDGs や自由で開かれたインド太平洋というのをお位置づけたということになっておりまますす、えー、次ののページをお願いいしつ柱がござます。 そのうちの最初の3つですけれどもまずその足元のコロナ感染症への対応とこれは短期的なですねコロナ感染に伴ういろんなインフラプロジェクトの遅延ですとかコスト増ですとかそういった短期的な課題にどう対応していくかということとそれからウィズコロナポストコロナを見据えてですね 健康医療の分野でも政府全体でしっかり取り組んでいくという2つの柱が書かれております。それから2番目の柱といたしましてカーーボンニュートラルとということです2050年にネットゼロということは日本政府の方で方針をもう発表しておりましてこれは日本のですね日本自身の脱炭素ということではあるんですけれども。 当然あの国際連携をしながらです、ね、これを実現をしていくということになります。でまあ、特にそのインフラの海外展開という文脈ではあの新しい技術をです、ね、海外で、まあ、あの実証して日本でも適用していくとかあるいは海外で実証したものをその国のプロジェクトとして蘇生をしてあのその国と一緒に脱炭素に貢献をしていくですとか。 こういったことを通じてスケール規模の経済を得てですね日本自身もよりその新しい技術を実用化しやすく持っていくというようなことが念頭にございますで具体的には右にありますように例えば水素のサプライチェーンを作っていくですとかその他新しい再エネのですね技術を商業化していくといったようなことに取り組んでいこうとしております。 次、3番目がですねあのデジタルテクノロジーということであります。えーまあ、インフラの,そのオペレーションやメンテナンス、これをできるだけ効率的にやっていく、遠隔監視ですとか、あーそういったところにデジタル技術を活用していくというのはあの当然出てきて、ま、出てきますし、いまあ、あの単なるメンテということを超えて、ですねプラントの信頼性を向上させると、安全性を向上させると。 さらには効率的にこう燃料を例えばですね、発電プラントであれば燃料を効率的に使うことによって、より環境問題、脱炭素にも貢献をしていくと、そういったその効率性プラス新しい付加価値をですね、インフラのオペレーションを通じて実現をしていくと、その時にデジタル技術というものが非常に有効になってくるであろうということであります。加えまして、オープンイノベーションですので、 いろんなマッチング技術を持ったですね海外のベンチャー企業ですとかあるいは日本のスタートアップでこう海外を最初から磨けてスケールをしていきたいですとかそういったいろんなあの方々のマッチングを支援をしていくというのもあの重要なことになってくるかなというふうに思ってます次のページをお願いします えー、8つの柱のうちの、まあ、4番目、5番目、6番目ということで、えー、4番目といたしまして、まあ、コアテクノロジーズとを書いております。えーまあ、ちょっとここ、テクノロジーにあのおー強調した書き方になってますけれども、えー、言いたいのはですね、えー、オールジャパンからコアジャパンへということです。あのお全てののですねインフラの すべての要素を日本企業のこうまあ連合軍で取っていくということをかつて目指しておりましたけれどもまあやっぱりなかなかあのそれだと価格も高くなりますしいろんな難しい面があるということで国際連携の中でですねしっかりパートナーと組んでお互いの付加価値を持ち寄りながらプロジェクトを作っていこうとテクノロジーを持ってくるプレイヤーもいればあの低い価格で 安く提供できるそういうノウハウをあの提供できるプレイヤーもいると、まあ、そういうのをそういった方々のです、ねえーまあ、国籍問わずう連携してやっていこうということをここでは強調しております、えー、5番目といたしまして「えー、クオリティインフラストラクチャーと」とそれから、あのー「パートナーカントリーと一緒に」ということで、まあ、ここもあのおこのコアジャパン とある種似た考え方ですけれども、まあ、質の高いインフラというものをですねオープンにパートナーと組んで実現をしていこうということであります。でまあ特にということであのスマートシティのですねについてはまさにこれは関係者が非常に多く関わる典型的なプロジェクトですので、まあ、こういったものについてはあの早い段階からですね 連携強化をしていこうということを考えてございます。次に六番目といたしまして、経済的な繁栄と連携性の強化ということでして、これは主にあの自由で開かれたインド太平洋の考え方にあの沿ったあのコンセプトであります。まさにインド太平洋地域の国々があの発展をしていくと、でそういった国々をつないでいくと、連携性を高めていくというここに。 インフラというものがあの役に立つということの原則を確認をしております。次のページをお願いします。はい、最後七番目八番目ですけれども、あのまあここは少し手段ですね。あの今申し上げた一つ目から六番目までの柱を実現していくにあたってのやり方について書いております。 7番目といたしまして、まあ、売り切りから継続的な関与へということで、えー、プラントを売っておしまいということではなくて、えー、オペレーションとメンテナンスに貢献をしていくとさらにはその、まあ、PPP が増えておりますけれども事業の運営というものにもお日本教にしっかりかかっていただくということを考えて書いております当然、あのー、お長きにわたって関与することになりますので現地化 現地とのパートナーシップ相手の国とのパートナーシップその過程ではあの人材育成ですとか、えー、制度環境整備ですとか、まあ、いろんなことが関わってくると思います、まあ、そういったところにですね、えー、日本の政策資源をいろいろ活用していくということでございます8番目がですね第3国における協力ということで2国間の場合の協力も,もちろん大事なんですけどもあの第3国でですね、えー、協力 パーートナととの国協力を深めていくと例えば日米例えばあの日豪日ヨーロッパ日インド日中国いろんな国と協力しながらその例えばアフリカでプロジェクトを作るあるいは日米で協力して ASEAN アアでプロジェクトを作るそういったことをですねあのオープンにやっていこうということをこの8番目で歌っております。 ここにつきましては、あの例えば公的機関同士の MOU をですね、すでに結んでいただいてまして、プロジェクトを組成をしていくという段階に今入っております。以上が新しいインフラの戦略のまあ概要になります。次のページお願いします。 えー、その中で、まあ、経済産業省としてどんな支援ツールを持っているのかということのご紹介ですあの冒頭、ご紹介申し上げましたあの左から右に流れる支援ツールの一覧の中の特に上流のです、ね、初期段階のところを、えー、お手伝いをしておりますあの FS フィジビリティ・スタディということで、えー、主に2つございまして、えー、最初の黒丸のところに書いてますけれども 一つはそのいわゆるマスタープランのようなプラン作りを支援するということとそれから二つ目は個別のプロジェクトについてもその事業性というものを皆様方がご検討されるときに経費を支援するということでございます。でつ目の丸にありますように質の高いインフラというものを実現をしていくということと。 それから質の高いエネルギーインフラと、特に CO2 の削減につながるようなですねプロジェクトを採用していくということで例えば2021年度では38のプロジェクトを採用しているところでございます。典型的な例としては下に3つ絵を描いてますけれども新しい交通システムですとか それから中ほどはあの先ほども少しご紹介しましたデジタル技術を使った O&M ですとかそれからあの、まあ、電力の発電や送配電といったようなものを、えー、支援してございます、えー、次のページをお願いしますこれはその FS で具体的に何を支援しているのかということです、まあ、主にあの情報収集いろんなあの 調査がですね当然必要になりますので市場情報調査制度概要調査あるいはそのコンペティターの,調査の情報に関する調査こういったものが念頭にありますそれから3つ目の車にあるようなそのいわゆるベーシックな設計基本設計このあたりもですね例えばそのマスタープランですとか書くときには必要になってくるだろうということ。 で最後にあのまあ事業性事業のスキームということでファイナンスをどう構築していくのか、事業収支分析まあそういったものに必要になるような情報収集といったようなところもあの支援対象になっております。え次のページお願いします。はい、ここからはですねあの一つの具体的な分野との例といたしましてあのスマートシティの支援の取り組みというのをご紹介したいと思います。 次のページお願いしますあのスマートシティといっても非常に多岐にわたりますし、えー、日本政府の中でも関係省庁非常に多くまたがります、えー、いわゆるですね、あのー、不動産開発ですとか沿線開発のようなところは国交省を中心に、えー、取り組んでおられるかと思いますが経済産業省の方はその上にですねいろんなこうデジタル技術を使ったそのサービスを まあ例えばそのモビリティですとかあるいはまあエネルギーエネルギーマネジメントですとかそういったあのハードインフラプラスオントップでソフトウェアを使ったですねいろんなサービス提供これもスマートシティでですねいろんな試みがなされておりますのでそういったところを支援するということを基本的なコンセプトにしてございます。したがいままてて右側のの図図にありすすすようななででねまあこれれは一つの典型的な模式図ですけれどもクラウドを使って IoT で、えー、データを取って分析をして、あのー、まさに QOL ですねクオリティ o オフ・ライフのお向上につながっていくようなサービスここの,そのトライアルをです、ね、されてる企業さんへの支援ですとかそういったことを主に考えております。次のペーージお願いしますで具体的な、あのー、支援ツールと プロジェクトの例ですけれどもまずその先ほどご紹介申し上げた FS フィジビリティ・スタディを使ったですね支援ということで ASEAN、えー、の例ということでいくつか挙げております。えー、例えばそのベトナムではですね、えー、3つほどの都市が挙がってますけれども,も真ん中の北ハノイの例で言いますと。 ここはあのいろんなエネルギーマネジメントやそのモビリティのサービスを将来的に提供することを念頭に置いたですね都市開発をまあ日本の商社やメーカーその他いろんな企業のもちろん地場の,のですね財閥と組んで展開をしていこうということ動きがございますそこを事業性可能性調査であの支援をするというようなことをやっておりますそれからあの例えばインドネシアではですね あのデルタマースとありますけれども、ここはそのいわゆる工業団地から発展をいたしまして、えー、いろんなその文教、観光庁、あの街づくりに、まあフェーズが移ってございます。で、その際にやはりそのマースですとか、いろんな実証実験しながら街が発展をしていくということで、えー、そこへの支援というのを考えております。同様に、あのバリもですね、ここでもあのマースの実証みたいなことを。 やろうとしている動きはございまして、そういったところへの支援というのがあのございます。えー、右側にあのファイナンスのスキームということでご紹介しておりますけれども、おまあフィジビリティスタディに加えてですね、えー、ネクシー、えー貿易保険、えー、もあの活用いただけるツールとしてあの提供しております、えー。スマートシティのプロジェクトに参画するですね企業さんへの融資への保険。 それから、投資への保険と、それからさらにはその公的な機関への融資、これに対する付法というのも、ネクシーを通じてできることになっております。次のページをお願いします。あともう一つですね、必ずしもファイナンスを使わない支援ツールということで、マッチングもやっております。 これは JETRO 経済産業省とまあ関連のあるです、ね、あの独立行政法人で、えー、貿易振興機構というのがございます。ここがそのいわゆるマッチングの,です、ね、あの支援をしております。えー、まあプライオリティフィールドということであの脱炭素やモビリティやヘルスケア等々並んでますけれどもそのうちの一つとしてスマートシティというのも掲げております。 で具体的なサポートプログラムとしてえまず情報収集、特に日本の中小企業なかなか海外の情報が手に入りにくいですのでえ情報提供をやるとそれから海外のいろんなあの関心を持つ企業と日本企業のマッチングをですねブリッジングのところをやるとそこからさらにそれを深めていっていただくと。 おまあ何らかの制約なりパートナリングなりにこうつなげていっていただくといったようなところのあの環境整備をですねジェトロがお手伝いをしているというようなあの取り組みもございます。次のページお願いします。はいここから先はあの先ほどの地図にも少し出てきましたけれどもスマートシティに対するまあ支援のですね具体的な案件の情報について。 書いてございます。あの一個一個立ち入ることはあのしませんけれども、まあのちょうどご参照いただいてですね、えー、具体的なイメージを持っていただけるとありがたいなというふうに思っております。えー、次のページ、はい、お願いします。これもあのプロジェクトの続きですね。次のページお願いします。 ここからあの参考ですけれども、ご紹介を申し上げたあの次のページお願いします。フィージビリティ・スタディですとか、いろんな支援スキームの,あのまあ具体的なあの解説をあのレファレンスとして載せてございます、はい。あの以上があの非常にいい簡単なオーバービューになりますけれども、いろいろご不明な点等ございましたら、後ほど質疑の中で。 あの意見交換できればありがたいなと思います。私の方からはあの説明以上になります。どうもありがとうございました。はい、経済産業省の海外のインフラ展開支援について幅広くご紹介いただきました。安倍様ありがとうございました。それでは引き続き次のプレゼンターに移らせていただければと思います。 続きましては環境省地球環境局国際連携課国際協力環境インフラ戦略室室長の杉本隆三様にいらっしゃっていただいております杉本様には環境省による海外展開事業補助金事業など法人企業サポートの制度と体制また今後の途上国における事業展開などにつきご説明をいただきます それでは杉本様よろしくお願いいたしますはいご紹介いただきました環境省の杉本と申します、えー、本日はこのような機会をいただきまして大変ありがとうございます早速ですが私の方からのプレゼンに入りたいと思います次のスライドお願いします先ほど安倍課長の方からもご紹介いただきましたインフラシステム海外展開戦略2025この中でもカーボンニュートラルと SDGs と というところが、我が国のインフラの貢献として大きく柱として掲げられました。このような中で、環境省といたしましては、環境インフラの海外展開戦略というのを持ちながら、各国における脱炭素への移行、それと SDGs の実現と、そのために官民連携で環境インフラの展開というのを行ってございます。 ここでいう環境インフラと申しますのは、環境保全を目的としている施設や設備、まあ、例えば廃棄物焼却施設であるとか、下水処理場であるとか、さまざまそういった、それ自体が環境保全、環境改善を目的としている施設に加えまして、先ほどもございました質の高いインフラ、この中で、さまざまなインフラの中で、環境面で質の高いもの、こういったものを環境インフラと私どもとしては捉えております。 それぞれのインフラをより環境面で質の高い形でアップグレードして提供するとここに日本のノウハウであるとか知見技術をぜひ活用いただきたいというものでございますその環境インフラと言いますと、まあ、これまでの通常のインフラで言いますと橋であるとか道路であるとかこういったものは各国において非常にニーズがクリアにありますので要請もいただきます ですが、環境インフラ、例えば大気汚染対策、必要だけども、本当に今、今それが必要なんだろうかであるとか、廃棄物焼却施設、まあ、今、あの今後困るかもしれないけど、今、必要じゃないかもしれないと、こういうような話もよく伺います。ですが、都市化が進み、さまざま経済発展いく中で、こういった環境制約要因というのが、発展に支障が出てくると。また きれいな街今回のまさにテーマでございますがきれいな街であること自体が投資効果を投資の誘引効果を生みさらには経済発展にするとこういった好循環を生むためにも早い段階でこういった視点を持ちながら環境インフラの導入を進めていただくことが好循環先ほどの SDGs の達成と経済発展にも非常に資するものだということで私どもその導入の以前に まずそういった環境規制であるとか環境改善の概念から私ども一緒に連携をさせていただいてございますここで言いますとポリシーダイアログ政策対話でそのようなニーズを相手国の関係省庁さんともニーズを共有するとまたその中で戦略やプランまた規制などの環境整備を行っていく。で さらには都市との連携を通じてそういったノウハウを日本の自治体の方々のノウハウを海外にも展開するとその上で具体的なインフラの案件形成を支援しファンディングサポートしていくとこういった上流から下流までの一気通貫の協力をさせていただいてございます。そのののの分野は多岐にわたりまして省エエネエネ再設備ででであああるるととかか最近のトピックであれば水素のインフラであるとか適用 廃棄物焼却施設をはじめとする様々な廃棄物管理、浄化層と、こういうようなところが環境インフラ展開とさせていただいてございます。次のスライドお願いしますここは気候変動分野の一例でございますが、昨年の10月、日 a セアンのサミットにおきまして、岸田総理の方から提唱いただいた、日 a セアンの気候変動アクションアジェンダ2.0でございます。 2018年にありました1.0これを大幅に拡大しアップグレードしたものでございまして透明性緩和適用と気候変動分野で言いますと両輪となるものを柱として持ちながら上流から具体の個別のプロジェクト支援まで関係省庁連携で行っていくそういったメニューを ASEAN に提供してまいっていますこのような取り組みにつきましては ASEAN のみならず 多くの途上国新興国の方々に日本政府としてご提供できるものでございまして今回ここでご紹介をさせていただきました次のスライドお願いします環境省の具体の協力といたしましては先ほど冒頭にございました政策対話から行ってございますここはベトナムとの環境協力の政策対話を昨年の11月大臣同士で行いましてその中で特に その直前にありました COP26 で、陳首相、ベトナムの陳首相の方から提唱いただいた2050年までのカーボンニュートラル、ここにどういうふうに協力するかということを早速議論し、共同の協力共同行動計画と協力計画というのをまとめてございます。このの中ででではは気候変動分野ももちろんでございいますがそコベネフィットという意味では 廃棄物発電であるとか、さらには海洋プラスチックごみ問題に至るまで幅広く協力をしっかり行うということを合意して、実際の協力に入ってございます。次のスライドお願いします。私どもの一つの提供できているツールの一つとしては、都市間連携事業がございます。本今回のこののこセミナーにおきましても 北九州さんをはじめ、さまざまな自治体の方々にも関与いただいてございますが、日本の環境行政、日本のこれまでの環境改善のノウハウというのは、日本の自治体にございます。こういったノウハウを海外の方々にも共有し、また一緒に現地でそういったものを作り上げていくということで、このプログラムは特に気候変動中心でございますが、そういったノウハウ移転、協力のスキームを持ってございます。次のスライドお願いします。 これまでに13か国40都市の方々に参加いただき日本の16の自治体との連携というのを作ってございます。今年度時点でも20のプロジェクトが動いておりさまざまな連携気候変動からその中でのコベネフィットを含めてさまざまやってございます。次のスライドお願いします。こううした取り組みというのを 初めて大きな形で取りまとめたのが昨年の3月に行いましたゼロカーボンシティ・インターナショナル・フォーラム国際フォーラムを行ってございますこの中では多くの自治体の方々に参加いただくとともに日本の国内での取り組みを紹介をさせていただいてございます次のスライドお願いしますこれからはしばらく具体のプロジェクト支援の話をさせていただきます こちらにつきましては、高イノベーションを実現するためのデモンストレーション・ファイナンス・プログラムということで、実証事業支援といいうのを行ってございます具体的には、各国において、日本の技術、それをそのままなかなか導入するのが難しい場面というのは多々ございますので、現地のニーズに即して、 要素技術を組み替えるであるとかさまざま新しいビジネスモデルを作るとこういったものを支援する実証スキームを持ってございます次のスライドお願いしますまた脇そもの最も大きいファイナンスプログラムといたしましてはジョイント・クレディティング・メカニズム二国間クレジット制度という JCM というスキームを持ってございますこちらはパートナー国との間で協定を結んだところでは JCM のプロジェクトを作ると そのプロジェクトでの CO2GHG 削減量をクレジットという形で両国でシェアするとこういうスキームになってございます次のスライドお願いします具体的にこの JCM のプロジェクトを作るにあたっていくつかのファイナンススキームを環境省としても持ってございます一つはこの JCM モデルプロジェクトということで日本企業と現地での企業との国際コンソーシアムを作っていただいて GHE、えー、削減のプロジェクトを作っていただくとこのプロジェクトに対しての最大設備投資の半額の補助をするとこういうスキームとなってございます次のスライドお願いします現在ではこの JCM パートナー国につきましては17カ国ございますがこれからさらに拡大をしていく予定でございます次のスライドお願いします 後ほどのもう1つのファイナンススキーム含めてですけども環境省の現在プロジェクトを採択されたプロジェクトといたしましては17カ国で205件のプロジェクトが現在もうすでに運転稼働しているものまた現在建設準備中のものなどございます多くの方々にこういった形で使っていただいております次のスライドお願いしますいくつかそういった事例をご紹介させていただきます1つは 昨,昨年に採択いたしました、ベトナム・爆認証における廃棄物発電プロジェクトになります。こちらは今回初めての商用施設レベルでのプロジェクトとなりまして、日量500トンベースでの廃棄物処理を行うというものでございまして、その中で電力を作ることで再生可能エネルギーの供給も合わせて行うというものでございます次のスライドお願いします。 こちらは同じくベトナムでございますが高効率な低ロス型の変圧器の導入でございます。これは日本の技術コア技術とベトナムでの変圧器メーカーの連携により南部から徐々に変圧器こうした高効率の変圧器の導入が進み最終的には今ベトナムの電力公社の標準仕様ということになって 新たなマーケットがベトナムで創出されたという事例でございます次のスライドお願いしますこちらカンボジアのシェムリアップ州とあとはプロンペントで行われている LED 街路灯の導入事例となっております先ほどのスマートシティの事例もございましたが LED の街路灯これまで街路灯がないところに こういった施設を導入するということでリープフロックでの導入の一例でもございますしこちらも現在ではカンボジア内で通常の調達でも急が進むこういった状況になってございます次のスライドお願いしますもう一つ私どもの支援スキームといたしましては ADB の連携で ADB への拠出金を通じてトラストファンド ファンド・フォー・ザ・ジョイント・クレジットメカニズムというファンドを設けてございます。これは ADB のソブリンプロジェクトに対してグラントを追加することでよりアップグレードした設備やプロジェクトを作っていただくとともにもう1つのファイナンスメカニズムとしては ADB が出すノン・ソブリンプレジェクト民間へのローンに対しての利子補給を行うというようなスキームとなってございます次のスライドお願いします。 現在では6件のプロジェクトが採択をされてましてスマートグリッドのものトランスミッションライン送電線での効率なものを入れているもの排水処理施設での高度化こういった施設の導入というところのプロジェクトが現在動いてございます次のスライドお願いしますこちらは 3NA 水素プロジェクトということで 豪州ともしくはその他の第三国と連携をいたしまして再生可能エネルギー由来の水素を作りそれを第三国先ほどの JCM のパートナー国において利用するとこういった実証もサプライチェーン構築ということで行っております次のスライドお願いしますこうした日本の実証もしくは支援スキームとこうして設けましたのが 環境インフラの海外展開に向けた官民連携のプラットフォームです。JAPAN p l a t f o r リ r e d e s i n ナ SUSTANABLEINFRASTRUCTURE ということで日本現在では435の企業または自治体の方々さまざまなステークホルダーに参加をいただいてございます。関係省庁と連携をしながらこうした400以上の団体の方々 あここも建設もしくは設備技術を持っているメーカーの方々からファイナンスを行う金融機関の方々資材の方々コンサルの方々こういった様々な方々が環境面での出坂インフラこれを海外展開するために集まっていただいてございますこの中では具体的にか彼らが持っている環境技術の 英語を含めて海外に発信をするであるとか、これまでのノウハウを提供してございますし、多くの今、大使館を通じて、様々お寄せいただいているニーズを、このプラットフォームの方で具体的に対応できるような技術、もしくは企業さんをマッチングするということを行ってございます次のスライドお願いします。 もう一つ今日本日冒頭の小野の方のご挨拶の方でも触れさせていただきましたがアフリカのきれいな街プラットフォームということを2017年に設立して動いてございます。ここにつきましては特に廃棄物の管理に特化してございますがアフリカにおいてきれいな街を作る。 そそこにたたっっててのののノウハウハやそのためのキャパシティディデベロップメントを行ってございます情報の収集であるとか具体的な現地での調査さらには処分場の改善というモデルプロジェクトの実施こういったものを行いましてアフリカの中でも廃棄物の収集管理から処理処分に至るまで実践するための協力を行ってございます。 次のスライドお願いします。もう一つインフラの関係で申しますと先ほど申しました廃棄物発電の分野がございますこちらにつきましてはやはり都市のインフラとしては浄水下水ときて廃棄物発電が処分場の次にまたニーズが高まってきている、うん、ございますこれを PPP スキームで進めるということを JICA さんとも連携しながらやってございまして 現在インドネシアでの西ジャー州でのプロジェクトこれの案件形成から協力をしている事例でございます次のスライドお願いしますまたこちらにつきましては水の分野のものでございます環境省といたしましては水環境改善のためのモデルプロジェクトスキームを持ってございましてこちらにつきましてもフィージビリティスタディや翌年のパイロットプロジェクト ここについての実証スキームを持ってございますこういったところでのニケ企業の方々の海外展開それと現地で実際導入いただくにあたっての技術実証こういったものを支援をさせていただいてございます次のスライドお願いしますこれまで十一件採択されてますがその中のいくつかにつきましては例えば浄化層の導入支援 導入の実証というのを行ってございます下水処理中央処理とともにやはりその外縁においてはあ十分乾燥が届かないところも含めて浄化槽という形でオンサイトでの処理というもののパッケージで、えー、行っていくということが効率的効果的な面もございます現在日本の,その浄化槽というのはあ下水処理と同等のレベルまでの浄化処理を持ち 多くの国に急速に普及が進んでいるものでもございます。こういったものもまた改めて現地でのニーズの掘り起こしまたこういった技術のご紹介をする機会などを作ってまいっている次第です。今回こういったこのきれいな街クリーンシティのイニシアチブにおきまして環境省といたしましても上流側の政策支援から 具体的な案件形成に至るまで連携をしながら進めたいとこういうふうに思ってございます今後ともどうぞよろしくお願いいたします私のプレゼンテーションは以上ですご清聴ありがとうございましたはい、杉本様ありがとうございました 環境省における環境インフラの海外展開について幅広くご説明をいただき非常に分かりやすくありがとうございましたそれではこれより質疑応答の時間に入っていきたいと思いますご出席の皆様チャットの方に随時ご質問の方はご入力をいただければと思います え、合わせて、会場の皆様で、ご質問のある方は挙手をいただければと思います。チャットの方には、まだ質問の方が入っておりませんので、会場の方から、もしも、ご質問ございましたら、よろしくお願いいたしますあ。あ、聞こえますでしょうか。あはい。 JICA、えー、地球環境部の松岡と申します、えー、と経済産業省安倍様あと環境省の杉本様あのどうも貴重なあのご説明どうもありがとうございましたで私の方から JICA、えーまあ、ということであの普段ん、えー、いつもお付き合いさせていただいている中でのちょっとご質問で恐縮ですけれどもまずあの経済産業省様の方にはあの先ほどのご説明にもありましたけれども、えーまあ、あの過去には、まあえーまあ、インフラを輸出するといったところから まあ今後はその維持管理だったり事業運営の方にまで目を向けていく必要があろうかといったお話がありましたでそういった中で、えーとまあ、国それぞれにおいて法規制だったりさ、えー、まざまな課題があると思うんですけれども、えー、まあそれに対して、えー、まあ今後どういった取り組みが必要になっていくんだろうかといったところとあと財界に対する期待などあればあのご意見いただければというふうに思います。 に思っております同時に杉本様に対してああのおかれましてはあの先ほど浄化層のお話ありましたけれども、えっと、我々あの私たちもあの10年ほど前は、えっと、浄化層の輸出は、えーまあ、その国の規制だったり、えー、があってなかなか輸出は難しいというようなお話を聞いていたこともあったんですけれども、まあ、昨今それがあのこ,う、まあ、これまでの努力が功を奏して、えーまあ、少しずつ輸出も伸びているという 言ったところでお話がありましたでその成功の秘訣としてどういったところがあったのかといったところをお伺いできればと思いますどうぞよろしくお願い致しますはいあのご質問ありがとうございますあの一点目のその継続的な関与事業運営、えー、これに関連するその規制制度ということですけれどもまさにあのおっしゃられます通りその プロジェクトを作る前提となるそのルールとかですね、えー、それからファイナンス面での,その相手の国からのどういうファイナンスの条件が出てくるのかといったところこれ非常に PPP といってもいろいろありますので大事になってくるというふうに思ってますで、えー、まあ例えばそのエネルギーであればですねあの従来 IPP のような格好で火力発電の制度っていうのはあったわけですけれども 今後はあの先ほど来ご紹介しましたような脱炭素ということで、えー、いろんなその資源を扱っていくことになるとあの太陽光風力はそうですがさらには水素アンモニアみたいなところもですね、えー、海外から調達をしてくるとでその海外で水素アンモニアの製造貯蔵運搬こういうのをやっていくとそこのインフラを整備することもおそらくインフラ海外展開ということになっていくんだろうなと思います。 その時にその相手の国の制度がどうなっているのかえどういうその情報が必要なのかこれはまさに今後の課題としてですねいろいろ出てくると思いますので例えばあの従来であればそのエネルギー政策対話ですとかあるいはいろんな国とのいろんな対話これを通じて方向性を政府間で合意をし具体的なプロジェクトとなるとその制度づくりのところでですね あの技術協力のいろんなあのツールをあの在 i さんからご提供いただいてまあ役所の側は専門家をこう紹介するとかですねことでやってきてましたけれどもこういった取り組みも引き続きですねあの分野が脱炭素あるいは SDGs という方向に変わっていった時にもやっぱり同じようなアプローチが大事なんだろうなというふうに思いますのであのそこは引き続きですねあの連携させていただければありがたいなと。 であとは、あのまあ、本当はその質の高いインフラ原則ということで,ですねあそこのこうコンセプトがじわーっと広がっていくといいなとは思ってるんですけどもあの、まあ、やっぱり費用対効果もありますので相手国の関心が高いあるいは日経企業の関心が高い大事なプロジェクトで重点的にやっぱりしっかりセール作りやっていこうというようなところが出てくればですねそれはまたプロジェクトベースで。 いろいろご相談申し上げながらあの作っていくということかなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。私の方にいただいた浄化槽についてですけれども、まあこれは一にあの企業さんの努力というところがまず一番大きいと思います。あのやはりこういったものかつてそのまあサニテーションというところで言えば。 現地でその、まあ、エネルギーを使わずにです、ね、そのオンサイトで処理するっていうものもあってその中のどう差別化をしていくかというところにあっては実際に使ってもらうでさらには企業さんの努力で現地企業とのライセンスの生産であるとか早い段階でもう工場を作って実際投資をするであるとかこういった中で 先ほどの,そのコアジャパンの話ではないですけどもやはり現地としっかり連携をするっていうところが一つ要因としてあるというふうに思っています。でまたまあそこの段階でやはり実際見てもらって使ってみてああやはりこれはその処理として今までのレベルとは違うんだなというところにおいて実証という段階が出てきますのでそういった中で私どもの,その支援ツールを使っていただいて。 えー、実際理解が進むであるとかまたあ政府間環境省と相手政府もしくは地方政府と一緒に、まあ、ワークショップをしながらこういったものがどれぐらいこう効果があるのかというところをおー私どもとしてもさせていただいてございますけども、まあ、その今回の普及に至っているその多くについては企業さんの努力が大きいんじゃないかというふうに思ってございます。 はいありがとうございますはい、ご出席の皆様はチャットの方に随時質問をご投稿いただければと思います他にご質問のある方がいらっしゃればよろしくお願い致しますもしなければ私の方からいくつかお伺いさせていただければと思います私も JICA の方で勤務させていただいておりますがまず安倍様の方にはですね 先ほどスマートシティの事例として国交省においては不動産支援をしているとで経済産業省様の方ではソフト分野エネルギーマネジメントですとかそういった分野で支援をされていると。 いうことをお話しされておりましたこちらの中でですね QOL の向上クオリティオブライフの向上ですねこちらに資するというところが非常に心に残っておりますこちらですね今回のテーマである JICA クリーンシティーイニシアチブこれにまさに適合するようなところではないかなというふうに思っております水元様の発表の中でも環境インフラによって綺麗いな街が投資を生むというようなお話もございましたこういった QOL の向上人々の QOL の向上に資するような あのそういった支援というものが求められているのかなというふうに思いました。先ほど申し上げたそのスマートシティの国交省の不動産支援、そこに経済産業省のエネルギーマネジメントなどの、えー、支援が乗っかっていくというようなところ、こういった事例がございましたけれども、他にですねこういった気を上げるような具体的な支援の事例など、もしございましたら、えー、お聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうかはいありがとうございます。 あのまあ、典型的にはそのモビリティとかエネルギーとかあーこの辺をサービス提供まで含めてやっていくということなんですけれどもきっとその先にはあの分野をまたがる融合というのがきっとあると思ってまして、えー、まさにおっしゃられた QOL ていうのはあの住民の方々にとっての住民の方々からの目線住民中心というところから出てくるコンセプトですので。 まあデジタル技術を使ってですね例えば決済なんかも含めたあの一気通貫でサービス提供を受けられるようなプラットフォームを作っていくですとかそういった動きが今後出てくるだろうなとこれはあの日本国内でもですねあのいくつかのスーパーシティで取り組まれていることですけれども併せてあの同時並行まあむしろ海外の方が早いのかもしれませんがあ海外でもですね 例えばそのエネルギーとモビリティと小売りこの辺をセットにして少しこうあの一気通貫なサービスができるようなプラットフォームが作れないかとかですねえそういったようなあの試みちょっとこれはまだ調査段階ではありますけれどもいくつかアジアであの動きはあのございます。まさにそののの一つの街の中ででですねえワンストップで サービスを受けられるようなまちづくりを目指していきたいなというふうに思ってますはい、安倍様ご回答あ,ありがとうございます非常によくわかりました、えー、ま決済等を含めた行き通貨のプラットフォームワンストップで実施できるようなあそういったものによって、えー、人々の協 l を上げていくような支援が 可能そういったことだったかと思いますありがとうございます他にご質問ある方いらっしゃればよろしくお願いいたしますまだもう少々時間がございますがいかがでしょうかえっとそれではすみませんもう一点私からそれでは杉本様にお伺いさせていただければと思います 先ほどのプレゼンテーションの中で JPRSI、こちら日系企業との連携の素晴らしい仕組みだというふうに拝聴しておりました。こちらの JPRSI の規模ですね、規模と現在、日系企業の方たちにご登録いただいているかと思いますが、その規模ですとか、またどういった分野の企業様が多いのか、また途上国でのまあ 途上国での企業ですとか自治体さんですとかそういったところとの連携事例もし JPRSI を通してすでに発言しているようであればそちらの方をお話しいただければと思いますがいかがでしょうかはいいありがとうございますえ先ほどご紹介いたしました JPRSI につきましては昨年、もう一昨年ですね一昨年の9月からに設立をいたしまして 1> 約一年半弱経ったところでございます。当初、二百数十の団体の方々の加盟でしたが、現在では四百三十五というふうになっておりまして、その中でも製造業が九十六。一方で建設、製造業二十二パーセント、建設業が十六パーセント。また、ファイナンスが支社入っての二パーセント、トレーディングが六パーセントということで。 幅広く入ってございますサービスインダストリーとしては個別の技術をお持ちの方またコンサルテーションをサービスできる方々が34%というふうになってございます自治体の方もしくはその団体に置かれても11団体入っているということで幅広いというところが一点私どものこの特徴でございますこれれはあの言ってみれば 環境というものがセクター横断型で様々な業種の方々に環境面で関連があるということを示唆しているんじゃないかというふうに思ってございます私どもの方でもうすでに国際機関であるとか現地大使館の方を通じまして例えばインドの諸国会議所からですね環境技術について紹介をいただきたいと 具体的にはこういう技術が欲しいというニーズをいただいてこのプラットフォームで紹介をしいてございますこれまでに1年半の中でまだ決して多くはないんですけれども11件の案件というのが実際にその調達の中で国際機関の調達に入っていただいているものであるとか。 マッチングをして今、具体的な案件形成に臨んで商談を進めているケースなどございます今後、こういったシステムをですねさらに拡大したいというふうに考えてございまして外務省さんとも連携をしながら各国の大使館のインフラ専門家の方々にもこのプラットフォームを紹介し活用いただくように今、準備をしてございます。 今後大使館の方々にご質問環境面でこういった技術が欲しいであるとかこういったものをソリューションを今考えているんだけどというお話をいただければワンストップサービスとまだそこにまで行くかすぐには分かりませんがこのプラットフォームにアクセスをして具体的な技術をお持ちの企業の方々との 接点を設けていきたいというふうに思ってございますしこのプラットフォーム事務局にもご相談をいつでもお寄せいただければそういったことのご相談にも乗らせていただきたいというふうに思ってございます。はい、杉本様どううもありがとうございます JPRSI の規模 それから加入している企業様、それから実際様、企業様におかれましては分野ですとか、そして事例ですね、インドの商工会議所のお話もございました、こういった今、かなり規模が拡大していっているところで、皆様のご支援もいただければというところでした。さらには 現在、聴講いただいている方には、開発途上国の皆様、そして企業の皆様、開発途上国関係の皆様もいらっしゃると思います。そちらの方でもですね、ぜひご活用していただければというふうに考えております。ははいそれででですね時間のの方が参りましたので これをもちまして、午前のセッション、日本のインフラ輸出戦略、日本政府のサポート体制につきましては終了とさせていただければと思います。